さあ、猿屋さん、ね、ここもたくさん車があって、はい、ずらっとちょっと一周してきましたけど、はい、ね、どれがいいかなと思ったんですけどね、はい、ここにですね、はい、インプレッサの WRX-STI があります。まあ、今回9号車でもね、はい、WRX-STI 紹介したんですけれども、これあの色が WR ブルーということで、はい、今回この車、気になる車チョイスしていいでしょうか。はい、お願いします。で、今回ですね、この車じっくりとね、今回場所をね、移動しまして、じっくりとご紹介していきたいと思います。さあ、それではインプレッサの WRX-STI じっくりとこう見ていきますが、まずは評価書からご覧いただきましょう。こちらの評価なんですね、はい、はい、内装が、星2つ半、はい、外装が星2つ半、はい、評価点 R 点になります、はい、これ評価点見ますと、まあ、内外装は別にしてもですけどね、はい、評価があまり良くない、はい、というのがあるんです。これは何ででしょうか。はい、はい、そうですね、あの R 点というのが、はい、あの修復力があるお車になるんですが、はい、走行には、はい、全く支障はないお車になりますので、はい、その点はご安心いただければと思います。まあ、修復歴はありますが、はい、もちろん、はい、ね、あの支障はない、はい、走行に支障はない、はい、しっかりと修復しているということなんですよね、はい、じゃあこの車じっくりと見ていきたいと思いますが、はい、まずはあの先ほども話しましたけれども、はい、やはりこれ一つポイントはボディカラーですかね。そうですね、はい、やっぱりあのスバルといえばこの WR ブルー、はい、すごく人気も高い色ですね。そうですよね、はい、あのまあ、この WR ブルー以外にも黒とか白とかありますけれども、はいはい、やはりスバルを代表するカラーとなりますとこの WR ブルーということなんですよね。はい、やっぱりあのラリーなんかでもね、はい、この WR ブルーっていうのは非常に印象強いですから、はい、まあ、そういったカラーがですね、まあ、一般の、ね、まあ、道で乗る喜びっていうんですかね、はい、そうですね、それを味わうにはこの WR ブルーっていうのはもってこいなのかなというんですね、はい、それから、もう一つフロント部分です。そうです、ね、これは特徴的なわけですよね。はい、はいはい、そうですね、こちら前期の、モデルになるんですけど、はい、前側のフェイス部分ですね、はい、ここはあの後期型のフェイスに、変更されています。あ、前期のお車なんだけれども、はい、フロントの部分だけは、後期型の、はい、見た目になっています、はい、そうですね、全体は前期で、はい、フロント部分だけ後期と。そうです、そういうことです。ここが一つポイントですよね。はい、ポイントですね、はい、ということですね。それからちょっとリアの方も見ていきたいと思います、はい、まあ、フロントはねかなり印象的な、ポイントは高いということで、やはり全体がスポーティーな1台ですからね、はい、これはあのやっぱり今回9号車もそうですけれどもね、はい、この10号車も、まあ、あえて今回選んでみましたけれどもいうことです。さあ後ろですけれども、はい、後ろ特徴的なものはやっぱりこのバンパーのところですかね。そうですね、はい、こちらのシム製のバンパーになってて、はい、すごく見た目的にもかっこいいですね。あとはあの、はい、マフラーですね。マフラー、はい、柿本製のマフラーになってますんで、はい、音もすごくいい音で、あのスバルのボクサーサウンドをすごく楽しめるようなマフラーになってます。マフラーも、はい、あのちょっとねリングの部分が少し青っぽくなってるんですね。そうですね、あそこも特徴的です、はい、ボディカラーとマッチングも非常にいいのかなと。このリアの部分のバンパーは特に、はい、印象をね、はい、与えてくれる。まあ、大体車っていうのは後ろから見られることが多いんで、そうですね、これだけドレスアップしてますと、はい、まあ、走りという面でも変わってきますんでね、はい、非常にいいのかなというふうに思いますね、はい、さあ9号車とはちょっと違う形態のシートということになるんですね。これシートは、本革とアルカンターラですかね。そうですね、座面がアルカンターラの座面、はいはい、まあ、9号車はちょっとね違う形態になってます。ちょっと乗ってみたいですね。もちろんこれもマニュアル車ということになりますけれども、はい、さあ、特徴的なものは何かといいますと、イクリプスのメモリーナビがついています。はい、ナビゲーション、はい、ね、はい、そうですね、こちらあの地デジも見れますし、はい、メモリー、メモリー機能付きなので、はい、CD の録音などもできます、はい、であとプラスバックカメラもついてます。はい、まあ、もちろんバックカメラはモニターと連動しますのでね、はい、まあリバースに入れた際にはですね、まあ後ろが確認できるということですね、はい、それと、ブーストメーターがついてるんですね。あ、そうですね、はいはい、ブーストメーターも装着されています、はい、そういったところもねこまめにチェックできるというか、まあ、ブースター系もね、はい、気になさってる方ももちろんいると思うので、はい、そういう方にとってはこのブーストメーターと、まあ、無視できます、ね、そうです、確認できるというのが一つポイントでしょうかね、はい、
やはり6速のマニュアルミッションですし、スポーティーさは、ね、非常に感じさせてくれるというのが一番 の, この中の印象でしょうかね、はいはい、あのナビもついてますので、ねはい、お買い上げいただいてすぐにどうでも OK なのかなという感じがするんですけれども、特に装備品が非常に多いというのが、ねはい、印象的な1台なんですが、はい、では車の詳細も教えてください、はい、平成22年式で走行距離はおよそ78,000キロ、平成27年3月まで車検がついた1台です。はい、ではこの10号車ですが、はい、お値段もお願いします。はい、消費税込み194万4,000円です。なお諸費用リサイクル料は別途申し上げます。10号車は22年式のインプレッサ WRX-STI-AWD マニュアル車の1台です。お値段は194万4,000円です。通常ね、年式から見てもですね、はい、市場価格から見てもかなりお得な感じがね、値段しますんでね、ぜひ早めのご来店をお願いしたいと思います。